小林誠司206-277-362-250。これが1億ってマジな。よし、谷繁レベルには育ったな。これで試合に出せと言ってる連中がいる事実。ノーアウト1塁でバントした方が得点期待値が上がる OPS は330以下だから、小林誠司の場合はノーアウト1塁なら100点ビハインドの状況だろうがバントした方がいい。これはセイバー中でも否定できない。どれだけ結果出してもこいつ使え、お前は下がれって一定数に言われる大城かわいそうだよね。キャッチャーは夢がある。古種だから当てないにも限度がある。原田小林は270は当たないとって言ってて、毎年そのハードルが下がっていって最後は2割打ってくれたら良いみたいに言ってたのくさ。今長野方がバッティング上手そう。趣味が保守で困ってると気商売しときゃよかったな。保守としての守備でベテランの味出してるからセーフ。これがオールスターでホームラン打ったってマジいい。でも衰えを感じさせない打撃だよね。でもマイコラスのハートを掴んでるから、急にゴミになったような元から大したことないけど、一回5月の頭ぐらいに規定満たしてて打率1位だったことがある。でもこれを城がいる巨人だから叩かれてるだけやろう。他球団でも半分コーチのベテランの守備型星なんてこんなもんじゃね。真面目にその当たりの高校球児と打撃レベル変わらへんやろ。守備型星ならまだええけど、あらゆる数字がゴミなんよな。一昨年だったか一人完全試合してたな。くだらない成績で終わっちゃったね。またそこらへんのおっさんより打てないやろこれ。出場機会よりグッズのロイヤリティを選べる選手はなかなかいない。なんでこれと大城のスタメン議論は起こるんだよ。出塁率を爆下げした大谷翔平って感じやな。でも小林が大城並みに打ってたらそこそこレジェンドだよね。阿部の扱い方次第によって大城の流出ありそう。菅野が小林の顔してたら天下取れたよな。岡本なんかも連日テレビに取り上げられて、今の佐々木朗希程度には人気になってたやろな。リードって言うけど、キャッチャー小林に変わったところでお前さんたちが劇的に良くなるわけでもないよね。ご視聴ありがとうございました。